ね、はい、これ今左手のセンサーを使って床があるかなっていうのを見ながら、横に歩いてます。人間っていうところを左見ながら歩いてるような状態ですね。よいしょ、はい、回ります。まあ、こんな感じで床がなかったら、あ、危ないなと思って右に向きを変えてまた歩き始めるっていうパターンですね。はい、歩いていきます。さあ、そろそろ膝のセンサー反応しましたね。こんな感じで前にパンチをします。あ、ケンジしか前に行かないですだから板も発見しちゃったんですよね、今板も発見しちゃった、はい、ちょっと、ね、3点加点はなくなりましたけど、はい、さあ、後ろのセンサーが反応するかな、ね、これ、うわー、すごい人だ、反応した、反応した。さあ、手が届かないぞ、テルル、そのままじゃ心中するぞ、生きて、テルル、生きて。死ぬことよりも生きることを選びましたその代わりあと1分で彼は一周しないといけないですね。そうですね、左側しか見ないから、はい、反対側、はい、ちょっと遠いですね。この位置と後ろセンサーも反応しないんで、そうですね、一番ちょっと一番遠いとこ行っちゃいましたね。これ1分過ぎたら旋回角度をもうちょっと増やすとか、横移動を速くするとかしたい方がいいですね。そうですね、落ちんだよ、タイマー持ってる今何かを見つけちゃった、出番しちゃったんでね。